次はトヨタ自動車レッドテリアーズの強打者のお二人、桐石選手と長谷部選手のバッティングのデモンストレーションになります。全員こっちのファールゾーンに集合してください。キャッチャーの桐石選手です。打ちます。はい、お願いします。宮選手が大変です。宮選手が大変です。ありがとうございます。ラストいきます。はい、拍手。キリース選手、すごい、はい、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。なんかこう飛ばすバッティングとかで意識してること、どうやったら遠く飛ぶんですかね。はい、とりあえず来たボールに思いっきり振ることと、さっきも右バッターの子には言ったんですけど、しっかりセンター返しのイメージで打ってます。基本なんか私はそんな長距離バッター、本当は長距離バッターじゃないので、とりあえずセンターのピッチャーの足元をイメージしていつも振ってます。でその時に上半身だけじゃなくて下半身の右足をしっかり早く回すことを意識してバット振ってます。以上です。はい、ありがとうございました。拍手。なんか右バッターでキリス選手になんか質問ある？あるよって。どうやったらホームラン打てますか？どうやったらホームラン打てますか？どうやったら打てますか？高さとかで張ったりするんですかね。例えばインコース、アウトコースだったり、あの高めが好きとか低めが好きとか。私は低めが好きなので基本低め張ってます。張ってるっていうか、でもコース張って張ることはあるんですけど、高さそんなに張らないです。とりあえずベルト付近に来たストライクを思いっきり振ろうって考えて打席に立てます。はい、ありがとうございます。はい、拍手。ありがとうございました。はい、次あの左バッターなので、はい、じゃあ長谷部選手お願いします。おーナイスバッティング。拍手。はい、では最後に長谷部選手、なんかバッティングで意識していることありますか？私が意識しているのは力を入れるポイントで、最初から力を入れた状態だと打つポイントで 100% で打てないので、最初は力を抜いた状態で構えて打つときにボールと当たる瞬間に 100% で当たるように力を使っています。はい、ありがとうございました。もう一度拍手お願いします。これにてズームと、ここ大和市でのスポーツ教室のプログラムを終わりたいと思います。ありがとうございました。